野島一世は、日本のゲームクリエイター、ゲームシナリオライター、有限会社ステラビスタ代表、北海道出身、北海道札幌清田高等学校を経て、札幌大学へ入学するも20歳の頃に中退し、データイストに入社、探偵神宮寺サブローシリーズや、ヘラクレスの栄光シリーズでシナリオを中心に活躍、1994年スクウェアに移籍し、 バハムートラグーンで初のディレクターを務める。その後も、ファイナルファンタジー7、フバイブ、FFX、FFX- に、キングダムハーツシリーズなど、多数のヒット作のゲームのシナリオを手掛けた。2003年10月30日に、スクウェアエニックスを退社、独立し、ステラビスタを立ち上げた。その後も、FFXI や、 FF7 などの関連作品にシナリオライターとして関わっている。スクウェアイニックス社以外の作品では、ニンテンドーの大乱闘スマッシュブラザーズ X に収録されているアドベンチャーモードアクーの死者のシナリオプロットも担当した。世界中で待望の声が上がり、2020年4月10日に発売されたファイナルファンタジー7リメイクでは原作よりもずっと深く。 クラウドに寄り添うことができるようになっていると語っている。ありがとうございます。